ソーダカラーって何かっていうと、ブリーチをしないでワンプロセスで透明感ある艶感のカラーを作っていくってこと。モデルさんは若干ブリーチは日本はしてるんですけど、ブリーチしないでいく？したことがなくて。しない方がいいんじゃないですか。痛んじゃいますかね。ああ、痛みそう。そうかな。すごいもう。これにするんだったら痛む、ブリーチしないから。もったいないな。大丈夫？膝来てます。まあブリーチしないでやるとしたらちょっとこれよりはちょっと暗くなるんですね。でもねパーマ系だったらね毛先のね、はい、ブリーチダメだ。なんかでもボロボロになっちゃう。せっかくかけてもパーマかけても要はさこのグリグリはこれはちょっと固定なんだよね。パーマだったらちょっと変わってしまうかな。うちのデジコアパーマっていうのをかければ結構ウェーブは出るんですけど、これででも美容師さん見てるからな、ブリーチとまあデジやったらいつやべえじゃんって。なりますパーマを先にやりたいんですけど、はい、熱入れるんで、はい、後でカラー塗るとちょっと取れる可能性が非常にあって、それが怖いんですよね。本当にこの人みたいになりそう。僕は大丈夫です。パーマに多分2時間かかって、カラーに1時間だから3時間かかります。はい。ソーダカラーって何かっていうと、ブリーチをしないでワンプロセスで透明感ある艶感のカラーを作っていくってことになります。まずですね、こちらの根元の方が、何かっていうとスローカラー。